生き生きと楽しそうにトランペットを演奏しているのは俳優の斉藤悟さん53歳。心地いい音を聞くとやっぱり、心が、和むというか、癒しですかね。本物だけをまっすぐあなたへ、ヤズヤの提供でお送りします。斉藤さんとトランペットの出会いは中学時代に所属していた吹奏楽部。その後ブランクがありましたが、10年ほど前お仕事で吹く機会があり、それをきっかけに本格的に始めました。以来毎日練習を欠かさない斉藤さん、そのわけは、誰かとセッションしたくなるんですね。セッションすると自分の下手さ感がよくわかりますから。そうするともう自分で火をつけてるみたいなもんですよね。頑張んなきゃと。バンド仲間とのセッションを楽しむために日々の努力が大切なんですね。今日は年に一度の狛江バンドフェスティバル。狛江市を拠点に活動しているバンド8組が出演します。出番前、お仲間に斉藤さんについて伺いました。一番練習熱心ですね。玉が練習してるくらいだね。ね、スタジオで晴れないんだもんな。お芝居っていうのはやっぱり人にして人が感動させて、そして自分も感動していくっていうかな。でも音楽ってね、結構自分たちの中で完成してる、そこで結構達成感があるんですよね。じゃあ行ってきます。大助バンドの演奏が始まりました。観客の手拍子に斉藤さんの演奏もノリに乗っています。このトランペット吹くために仕事やってるようなもんでございます。そんなこと言ったら、ちょっと仕事の関係者に怒られるかな。楽しい仲間と生み出す心地よいメロディーが斉藤さんを輝かせているのです。